地方財政審議会は、総務省の審議会等の一つ。地方交付税、地方譲与税、各市交付金、地方公共団体の、翌年度の歳入歳出総額の見込み額等に関し、法令によりその権限に属させられた事項を審議し、総務大臣に必要な勧告をすることを任務とする。1952年に廃止された、地方財政委員会に代わる機関として設置された。 総務大臣は、地方交付税の交付に関する命令の制定等の立案をしようとするとき、地方財政計画の原案を作成しようとするとき、各地方自治体に交付すべき、地方交付税の額を決定等しようとするとき等の場合には、地方財政審議会の意見を聞かなければならないものとされている。また、内閣総理大臣及び、各省大臣は、その管理する事務で、 地方公共団体の負担を伴うものに関する法令案についてあらかじめ総務大臣の意見を求めなければならないが総務大臣はうち重要なものについて意見を述べようとするときは地方財政審議会の意見を聞かなければならないこのほか地方競馬自動車競技及びモーターボート競争を行うことのできる市町村の指定等 法令によりその権限に属させられた事項を審議し、総務大臣に対し必要な勧告をすることができるほか、官邸機関に対し意見を述べることができる。委員5人をもって組織され、会長は委員の5選により選任される。委員は地方自治に関して優れた指揮権を有する者のうちから、両議員の同意を得て、総務大臣が任命する。委員のうちには、全国知事会及び、 全国都道府県議会議長会が共同推薦した者、全国市長会及び全国市議会議長会が共同推薦した者、全国町村会及び全国町村議会議長会が共同推薦した者を各1名含まなければならない。委員の任期は3年であり、再任されることができる。地方財政審議会令第3条第1項により、審議会に以下の分科会を置き、 審議会の所蔵事務の一部を文化会に担わせている。ありがとうございます。